キラスタ最多出場ね、なんでしょう、ちょっと来すぎです。3回目なんと、3回目そうですね、3回目春から3回目、はい、ということで、5人組ボーカルグループアジから田島哲夫さんと渡辺浩一さんのお二人を迎えしております。よろしくお願いします。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 でもレオさんの回は初めてですからね。そうですね、うん、はい。でも立花の方はね、はい、僕はもうアカペラつながりと思いきや、はい、バンドサークルで一緒だった、うんうん、そうなんです。時期がアカペラサークル入る前のバンドサークルの先輩なんですよ、はい、レオさんが。先輩って僕今調べたら同い年だよ。あれ年はそうなんですけど、うん、多分僕浪人してるせいで、そうかそうか、で僕がサークルの打ち上げに行ったら、はい、ものすごい楽しい方が一人いらして、うん、それがレオさんなんですか。確かに確かに楽しそうにしてた。俺もバンドメンバー探してたからいい人っぽく映ろうと思ったそうなんです。僕は早稲田の大学のサークル、僕は潜り込んで、はい、僕は早稲田生でもないのにって言ったの。いやでも本当にね、その印象本当強くて、うんうん、で後からラグのメンバーになられて、えあのレオさんだよねみたいになって、はい、何つながりっていう驚きありましたよね。そうなんです。サークルの人全員がなんで土屋はアカペラをやってんだっていう驚いたぐらいの転身をしたんですけど、そんな立花君とは、うん、はい、お久しぶりでございます。ですもう僕いつもキラスタ聞いてるから、はい、なんか久々な感じはしないけど、まあ、でもだいぶ実はね、あの久しぶりだと思うんですよ。そうですか、はい、渡辺くんとは初めましてです。初めましてですか。はい、そうだ、大変失礼しました僕。いやなんかね、初めましてっていう感じ、ね、言うのもはばかられちゃう感じで、何度もお邪魔してますからね。いやなんかこうアカペラなんか身近なんですよ、はい、うんうん、なんかみんないっぱいバンド持ち回りしてるので、うん、そうですね、何回か一緒に歌ってんじゃないかと思うぐらいそんな、そうですよね、うんうん、あっても不思議じゃないですね、うん、そんな感じでございます、はい、ちょっと来すぎじゃないのこれ。何もう10年またリリースしたの申し訳ないです申し訳ないです、すいませんもうなんでクラスタが始まってから3枚目のリリースですからね。ゲストさんにその言い方はないですよ。いや3回目でしょ本当です。俺ゆうたろうくんに会うの2回だけだからねそも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 ゆうたろうくんと会ってる回数とあんま変わってないっていう。本当ですね。あもうね、嬉しいね。準レギュラーと言ってもいいんじゃないですか。いやもう自分で言っちゃうけど準レギュラーレギュラーしてほしいですね。レギュラー目指してね、ちょっと頑張りたいなと。よろしくお願いしますということで、まあとりあえずリリースはいされたので、まずは曲を聴いていただいてから、うん、またいろいろあの、あることないこと話を、あることないこと、いや、あることだけにしましょう。怖いわ、怖いわ。了解しました。じゃあちょっと曲紹介の方お願いいたしますはい、それではアジのニューアルバムカレードスコープから聴いてください。ラストスパート。お送りした曲は今日のゲストアジが先週10月22日にリリースしたアルバムカレードスコープからラストスパートでした。僕の中でアジといえばこう、はい、聞かせる歌が、はい、イメージにありますけど、うん、こんな明るい、いやもうなんかね、やっぱもともとバンド出身なので、うん、実はアカペラよりこっちが好きっていう、なんか本当はあって、そうか、はい、なんかこな今年こんだけリリースを、はい、な何こう若い感じなんでしょうねどうしてどうしてこんなに楽曲出てリリースするのこれ。なんででしょうね、なんかできちゃうんですよ。かっこいい、これ、ね、出さないとね、やっぱりどうしたらね。そうだねお前も今こっち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 。でもどうなん、こう、ね、年間ずっとこうレコーディングとライブを繰り返しな感じ、はい、今年はじゃあそうですね、うん、もう考えてみて、そうですね、春先、あ年明けからやったか、年明けからやったね、うん、年明け一発やって、ね、やったね、で春一発やって、夏またアルバムやってって感じでしょうね。もう飽きてこないの。飽きますよ。こうやってずっとやってて、その今年何回もやってたからこそのこのニューアルバム、はい、どういうレコーディングでした。いやもうね、夏真夏のレコーディングだったんで、結構ね、まあ、暑い中でもあったし、あのメンバーが、ね、やっぱり歌う分量多いんですよ、コーラスが多いから。一人の、ね、人が同じパートを3本4本歌って撮ってくから、はい、ものすごい分量なんですよ。そうなんですよ、もうバンドの歌通りとはわけが違うんですよ。わけ違うんで、うん、なんでシングルにしなかったんだろうと思ってなんでアルバムにしたんだろう。それはもう、そう、それはもうね、それだけの思いが詰まってるわけで、そうです、待ってる方もいっぱいいますよこれでもこちら何ノリノリの曲ばっかだったんですよね、うん、このアルバム今回は。そうですね、半分ぐらいノリノリですかね。そうね、だね、多めに、多めですね、ちょっと意識してその辺も。じゃあもうこれ聞いた後のライブなんか楽しいね、うん、これね。いやもうね、本当にね、ついこの間渋谷でツアー始まったんですけど、はい、非常に盛り上がっていただいて、うんうん、熱いバンドが一緒に、ね、入ってくれてね。じゃあちょっともう一曲聴いてもらっ
って、はい、俺その後にちょっと、ね、どうしても来たよ、なんでアカペラグループには、うん、あの必ず一人サングラスがいるのかって感じこれね、みんな意外とみんなねスルーするんだよ俺見てないけど、なんでだろうって前から思ってた。それ俺もね、ちょっとあの議論したかった。ちょっと後で少しだけ話すよ。曲の後ね、曲の後させてください、はい、じゃあちょっと曲中、もう一曲曲紹介お願いします。はい、アジのニューアルバムカレイドスコープから巡る時の中でした曲は、今日のゲストアジで巡る時の中ででした。はい、ここでアジのお知らせです。アジのアルバムカレイドスコープは現在発売中です。また現在アジライブツアー2014カレイドスコープカレイにスパートを行っています。はい、関東では11月15日土曜日横浜サムズアップです。はい、そして12月21日日曜日にはホテルレオパレス仙台で日本が誇るソウルディーバ鈴木清美プラスアジディナーショーが行われます。詳しくはアジの公式サイトをご覧ください。お願いします。この時期のアルバム、はい、コーラスグループはこうなんかしっとりいくのかと思いきやこの華やかでいいね。そうなんですよ、これちょっと裏からこうと、うん、さすがでございます。やっぱそれはね、サングラスのメンバーが一緒にいるからだと思います。その話多いね。時間の許す限りちょっと聞きたいんですよ。そこにやはり僕はね、前から聞いたみんなと話したかった。なんで、はい、なんで一グループに必ず一人サングラスがいるのか、うん、ね、さっきでモニさんが多分正解に近いことをおっしゃってましたね。あの、わかんないんですけど、うん、あのバンドとかだとギターがいて、うん、あとまあいろいろ楽器をみんな持ってるじゃないですか。うんうんうん、だからそれぞれのこう判断がしやすいじゃないですか。うんうん、ギターも誰々さんとか、うんうん、でもボーカルグループですと5人いたら5人別にみんな楽器ないからこう誰が誰か分からなくなっちゃう。みんなボーカルだから ね、いやいや、そう思うじゃない。だから顔が濃い人はそのままにしといて、ちょっとあこの人とこの人見分けづらいなみたいな人がいたら考えかけさせちゃえみたいな。ちょっと来た、あの業界の中では言えない壁を破った。ごめんなさい、別に私誰かを思い浮かべたことじゃないんですよ。私全然そういうの分かんないから。アカペラやってる人ね、顔ね結構似てるの。でも似てる人いるよね、確かに。ただ近い人いますよね。ただ不思議とね、じゃあお前サングラスねみたいなことはなあんまないはず。あ、ないんですか。自然とね、最初にかけたやつが早もん勝ちみたいなのがあって、もううちの方だったらね。うちの場合でもやっぱり恥ずかしがり屋っていうのがあるよね。でもね、うん、でも十数年前からかけてたもん。あ、ほんと、うん、最初の頃から。そうで、外すタイミング逃してもみたいな、そういうの。そう、外せなくなっちゃうんですか。で、たまに眼鏡出られると誰か分かってくれないっていうことあったりするんだよね。スタッフパスとかもらっちゃったりするもんね。そうそうそう、メンバーなのにマネージャー用のパスどうぞとか言ってそうそうそう。ぜひね、そのね、あるからね、アカペラグループのサングラスのメンバーだけを集めて、はい、サングラスを外してコーラスグループを作るっていうのが、ね、それ最高じゃないですか。これ夢なんだよ。でも、とりあえず誰も関係してないってしかも誰も多分分かんないって見ても誰誰か分からないって。やってほしい、それノーサングラスシーズみたいな。ノーサングラスシーズ、グループの中で決めちゃってね。ものすごく膨らんじゃったね、話がね。いやー、まあ、それはもう村上さんが承諾受けてるそうだね。そうだね。で、声をかけていただいてね。そういうことでね、すいませんね、もうアカペラ同士なんでね、はい、ちょっと盛り上がってしまいました。いやいや、どうですか、あ、じゃあこんだけリリース発表してって、はい、この先、どういう目標を描きながら今活動。そうですね、やっぱり一人でも多くの人に聞いてもらいたいっていうのはあるし、うん、なんていうのかな、やっぱ僕たちの言葉だったりメロディーになんか共感してもらえる人っていうのを少しでも増やしていけたらなと思いますけどね。うんうん、今後アカペラはどうしていけばいいと思ってますか。うん、はい、アカペラもう全然どうにでもなれですけど、うん、本当にアカペラで全然こだわってないんですよ。そうね、うん、全然楽曲がいいのが一番だと思っていて、うん、たまたまアカペラの方が生きる曲あればアカペラするし、うん、じゃなければ全然こだわりないので、うん、実はギターシンガーソングライターなんだよ。本当にそうだよね、味は。うん、そうなんですよ、そういう部分で好きだけどね、アカペラ、うん、好きだけど、好きだからこそ、うん、そうね、アカペラらしいとこはやりたいけども、うん、無理してやる必要ないと思って、ね、一つの技としてこう、うん、した磨ければ強みとして持ってればいつでもそこに戻るっていう意識でやってますね。うん、あとメンバーに一人サングラスがいればなんなら増やしてもいいけどね。どうしようしてということでね、アルバムリリースされておりますし、はい、ツアーもディナーショーもありますから、ぜひ皆さんアジよろしくお願いいたします。お願いします。でもそろそろお別れなんですよ。はい、寂しいですね、これ。寂しいです。どうですか、いや4回目がリリースね、はい、来月頭とかどうですか。いいですね。じゃあまた、いや来月頭って1週間ないからリリースしていただけたら、じゃあ今日撮るか今から撮りますね、頑張って、ね、なんとか
席あの、はい、ナックファイブのね、うん、ジングルもアジでございます。そうですよ、ありがとうございます。意外とそれを知られてない可能性もありますからね。本当ですか、アジです、あれアジです、アジですって言っとこう、ちゃんとアジです、入れとく、あれにアジです、アジです。なんでね、ぜひナックファイブをお聞きの皆さん、ね、あのアジでございますから、ぜひ一度 CD を手に取っていただけたら、うん、お願いします。アカペラグループだけじゃなくてシンガーソングライターとしての魅力もたっぷりでございますから、うん、はい、ありがとうございます。聞いていただきたいと思います。さあ、そういうわけでございまして、この時間はナックファイブ、ひらめきみゆきさん、木田さん、アジの中から食べるアジの中から食べちゃった、食べちゃった、立花君と渡辺君をお迎えしました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。